こんにちはマッピーホットのエリナです今日は「ライトルームライトルームクラシックで」でふわふわカラフルな現像編集方法についてシェアしていこうと思います。 今までいくつかテーマに合わせた現像方法についての動画をアップしていますが今回はふわふわカラフルがテーマですまあ、ふわふわにすると色が少し薄れてしまうのでそこでカラフルになるように色味など調整していきます元から色がたくさん入っているカラフルな写真を撮ることが前提になりますがまあ、ふわふわでカラフルな現像をしたいという人はぜひ参考にしてやってみてくださいで、このチャンネルでは主に Photoshop や Lightroom について基本から学べる動画をアップして フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので是非そちらもチェックしてみてくださいではライトルームでやっていいこうと思いますはいでは今回はこちらの写真を使っていきますこちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人は是非ダウンロードして練習してみてください。でまずもう少し被写体を アップに移していこうと思うので少しトリミングしていこうと思いますでは右側にある切り抜きツールをクリックしますそして少しズームするようにこんな感じで切り抜いていきますそしてオッケーかなと思ったらエンターを押しますそうするとこのようにトリミングすることができましたでは次に基本補正を使って明るさなど調整していこうと思います でこの写真でいうと元から上の傘の部分がカラフルだったりあとは街並みも緑があったりあと壁が少しピンクっぽい感じになっていたりするのでこのカラフルさを生かしつつふわっとと仕上げていいこうと思いますではまず明るさを調整していきたいのでまずシャドウを右にスライドしていきます。そうすると元から少し暗めのところがどん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 明るくなっていくのがわかると思います。 今回は48ぐらいにしたいと思いますそして次にコントラストを下げてふわっとさせていこうと思いますではコントラストを少しずつ下げていってマイナス26ぐらいにしようと思いますでこの時点でもうすでにふわっとしている感じでで色味も少し薄れてきたかなと思います、まあ、ですがもうちょっとふわっとした感じを加えていきたいので基本補正の下の方にある外観の明瞭度を下げていきます そうするとこんな感じでホワッとした印象になります。まあ、やりすぎてしまうとちょっとぼやけているように見えてしまうので、今回はマイナス26ぐらいにしたいと思います。そして霞の除去も左にスライドするとちょっと白っぽくなってホワッと見えるのですが、まあ、やりすぎてしまうとこちらも白っぽく見えてしまうので、ちょっと下げるぐらいにしていきます。今回はマイナス15ぐらいにしたいと思います。 こんな感じで明るさを調整することができたのですが、まあ、もう少し明るくしたいという時に露光量を少しだけ上げていきます。そうするとこのように、まあ、全体的に明るくすることができましたこの後に黒い髪の毛などを引き締めるために黒レベルを少し下げていきます今回はマイナス38ぐらいにしたいと思いますあとは全体的に青っぽく見えるので色温度で少しイエローを加えていこうと思います 今回は五ぐらいにしたいと思いますそしてグリーン差も少しあるかなと思うのでマゼンタを加えてグリーンを少し落ち着かせていこうと思いますではマゼンタを加えるために色かぶり補正を右にスライドしていきますこちらも五ぐらいにしたいと思いますそうするとこのようにふわっと仕上げることができましたそしたら基本補正の中にある自然な彩度を使ってカラフルにしていこうと思いますでは右にスライドしていって ちょっと色味を加える感じで上げていきます今回は44ぐらいにしたいと思いますそして自然なサイドはほんわり色味を加えてくれたのですがサイドはもう少し強くなるので、まあ、もうちょっと強めに色を加えたいという時はサイドも動かしてみるといいかなと思います今回はサイドは14ぐらいにしたいと思いますそうすると結構このように色味が入ったのが分かると思いますでは一旦ビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーで こちらがアフターです結構ふんわりしたイメージにカラフルさを加えることができましたでは次に下に行ってカラーミキサーをクリックして開きますそしてこのカラーミキサーを使ってよりポップな感じの色味に仕上げていこうと思いますでこのようにカラーミキサーでは色相彩度、輝度などそれぞれのスライダーを分けて見ることもできるし全てをクリックするとこのように上から色相彩度 というふうに見ることもできます今回は全てでまず色相を調整していきますではまず赤っぽい色を少しオレンジ寄りにしていきたいのでまず色相のレッドをオレンジ寄りにするために右にスライドしていきます今回は29ぐらいにするとちょっと赤っぽさがオレンジっぽくなったのがわかると思いますそしてオレンジのスライダーもよりオレンジっぽくするために左にスライドしていきます そうするとこのようにワンピースの色などがよりオレンジっぽくなってきたのがわかると思いますでは次にこのイエローの壁を少しグリーンっぽさを入れていきたいのでイエローの色相のスライダーを右にスライドしていきますそうするとちょっとグリーンがかったイエローにすることができましたであとはグリーンが濃いグリーンなのでちょっとイエロー寄りにするために左にスライドしていきます そうするとこんな感じでちょっとイエローっぽいグリーンに仕上げることができましたでは次に下にあるサイドで色味をより強くしていこうと思いますまず傘の色でもあるレッドを強めていきたいのでレッドのスライダーを右にスライドしていきますそうすると少しレッド感が強くなったのがわかると思いますで次にこのワンピースの色もちょっと強めていきたいのでオレンジのスライダーを右にスライドしていきます そうすると少しワンピースが華やかな色になったのが分かると思いますで次に傘のところにたくさんあるパープルの色を加えていきたいのでパープルのスライダーを右にスライドしていきますそうするとこんな感じで結構カラフルになっていくのが分かると思いますで次に一番下の「輝度を使って、まあ、先ほどサイドでオレンジを結構加えて肌の色など少し不自然になってしまったので輝度で少しだけ色味を飛ばすようにオレンジのスライダーを調整していきます であと他にも、まあ、例えばグリーンが強すぎるかなという時はグリーンのスライダーを右にスライドすると少し色を飛ばす感じで明るくしてくれます。では今回はこんな感じにしたいと思います。ではカラーミキサーありとなしを見ていこうと思います。こちらがカラーミキサーなしそしてこちらがカラーミキサーありです。より色味が加わってポップに仕上がってきたかなと思います。 では次に下にあるぼかしレンズを使って奥をぼかしてよりふんわりしたイメージにしていこうと思います。でぼかしレンズについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではぼかしレンズの適用のチェックマークを入れるために適用をクリックします。そうするとこのように適用になって結構ボケが加わったのがわかると思います。でここで焦点範囲を決めて奥はボケて 手前はボケないように調整していきますではこちらの奥行きを可視化にチェックマークを入れますそうすると写真上で紫だったり黄色の色がつきますでこちらの焦点範囲のグラフのところでもこのように黄色だったり紫の色がつきますでここで四角の枠があるのですがこれを自由にこのように調整することができてこの枠があるところはくっきりはっきり見える そしてこの枠以外の色なので紫だったりりピンクの色はボケるという風になりますでこれを自分で調整することができてもう少し被写体から奥に向かってくっきりさせたいという時はこのボックスの端をクリックして右にスライドしていきます。そうするとこのように白く写っているところがくっきりはっきり見えるところというふうになります。 そして話すとこんな感じになって、ピンクの始まりのくらいのところまではくっきり見えるようになります。ではこれでケ、OK、ーかなと思ったら奥行きを可視化のチェックマークを外します。そうすると自分で距離感を調整しながらボケを加えることができます。ボケの種類も5種類から1つ選んでいくのですが、今回は一番左のボケにしていこうと思います。そしてぼかし量のスライダーをこのように調整すると、まあ少しボケを加えることができたり、あとがっつり。 ボケを加えることができたりします今回は少し抑えめにして25ぐらいにしたいと思いますそうするとこんな感じでボケを加えることができましたではぼかしレンズありとなしを見ていこうと思いますこちらがぼかしレンズなしそしてこちらがぼかしレンズありです奥がボケるので結構ふんわりしたイメージにより近づいたかなと思います でこのようにして、まあ、ふんわりさと色味を入れてきたわけなのですがまた戻って調整し直して仕上げていきます <music> はいではこんな感じで仕上がりましたでは全体のビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターですふわっとさせながらカラフルな色味に仕上げることができました はい今回はラライトルルームでふわふわわカラフルな現方法について見て見きました、まあ、実際ふわふわにすると色が少し薄れてしまうこともあるのでそこでカラフルになるように色味を調整すると結構ふわふわでカラフルな写真になると思うので是非やってみてください。 で他にも、いろんなテーマに合わせた現像方法について動画を出していて、再生リストにまとめているので、気になる人はぜひそちらをチェックしてみてください。ライトルームでふわふわカラフルにしてみようと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。